99号では機体を完成させ、さらにリモートコントローラーを組み立てます。今回付属するパーツです。なおパーツ03の部品は延長号用の部品になります。98号で取り付けた基板に各コードを差し込んでいきます。最初に機体を裏返しにしてコードを機首から出ているものと左右のクリップで固定したコードをそれぞれ整理しておきます。次に機首から出ている集合コードを基板のコードに差し込みます。続けてコックピットパネルのコードを基板のコネクタに接続します。次に主翼左の集合コードを接続します。次にキャノピー開閉用モーターのコードを接続します。次にひばり主翼から出ているフラップモーターのコードを基板に接続します。次に主翼開閉用モーターのコードを接続します。次に右主翼から出ている集合コードを基板に接続します。特に主翼開閉用コードとこの集合コードはコードの本数と色が似ているので注意してください。次に尾灯のコードを基板に接続します。次に右主翼から出ているフラップモーターのコードを接続します。次に右のエンジンユニットのエアインテークファンモーターのコードを基板に接続します。続けてエンジンユニットの集合コードを基板に接続します。次にファン用モーターとエンジンユニットのコードを磁石に被らないように注意してエンジンユニットの磁石をフレームの磁石につけます。続けてエンジンユニットを外れないようにして機体を表にして98号で付属したパーツ09のネジ4本で固定します。ここでエンジンユニットが機体の磁石とぴったり合って機体に固定されるか確認します。次に機体を裏にしておき左エンジンユニットのエアインテークファンのコードを基板に接続します。続けて左エンジンユニットの集合コードを基板に接続します。
次に腕ユニットからガンポットを外し、腕ユニットの集合コードを基板に接続します。次に左エンジンユニットのコードが磁石にかぶらないようにして、エンジンユニットの磁石と機体の磁石を合わせ、さらに腕ユニットの4箇所の支柱を各コードを挟まないように注意して、機体フレームの穴に合わせて乗せます。次にエンジンユニットと腕ユニットが外れないようにして、機体を表に返し、エンジンユニットを98号で付属したパーツ09のネジ4本で固定します。続けて腕ユニットを98号で付属したパーツ08のネジ4本で固定します。ここで左エンジンユニットのマグネットが機体のマグネットとぴったり合って、エンジンユニットが機体に固定されるか確認します。次に機体の6箇所の穴にパーツ04のブッシュをはめ込みます。次に機体上面の6本のピンをブッシュに合わせて差し込み固定します。次に機体後部に機体ビブをはめ込み、コネクターが正しく接続されているか確認します。次にコクピットにシートをはめ込み、続けてキャノピーをはめ込みます。次に機体底面から首パーツを外し、配線コードと干渉しないように注意して頭部をはめ込みます。次に腕ユニットにガンポットを取り付けます。次に機体を台座にはめ込みます。前の支柱を機首にある穴に差し込み、後部の左側の支柱のコネクターを腕ユニットのコネクターに合わせてはめ込みます。最後に97号で付属したケースに基板をはめ込み、パーツ02のネジ5本で固定します。
続けて電池ボックスの電源コードを基板に接続します。これで99号の作業は終了です。